ハイン・リヒ・ゴセイは、ドイツ・フランス系のルクセンブルク博、ラ・ロシュ博、アルロン博。1256年から1264年までは、ナミュール博を名乗っていた。金髪博と呼ばれた。ハイン・リヒ・ゴセイは、リンブルフ・コーバル・ラム3世と、ルクセンブルク女博エルメ人での間に生まれた。母親より、ルクセンブルク博位を継承し、リンブルク・ルクセンブルク家の子孫となった。 1240年、スカルポン家のバルハクアンリ2世の娘マルグリットと結婚した。ハインリヒはマルグリットの持参金としてリニーを受けたが、あくまでバルハクの報道としてであった。にもかかわらず、1256年にハインリヒはシャンパーニュハクティボー5世に進化の礼を取った。義兄帝のバルハクティボー2世はこれをロレーヌコーフェリー3世と、 メッツ司教との間の紛争の後期と捉えた。ハインリヒはロレーヌ公と同盟し、ティボー・五世はメッツ司教と協調した。1266年9月14日、ハインリヒはプレニーの戦いで捕虜となった。1268年9月8日、フランス王ルイ9世の仲裁により、ハインリヒはバルファクの総主のもとリニー領主となった。1253年、 フランドル継承戦争におけるウェストカペッテの戦いで勝利を収めた。1256年、ラテン皇帝でナミュール皇であったボードアン二世がコンスタンティノープルにいる間にハインリヒはナミュールを征服した。その後、フランドル博、ギード・ダンピエールにナミュール皇の権利を譲ったが、ハインリヒが再びナミュールを征服するとギーとハインリヒは対立した。最終的に、 ハインリヒの娘イザベラとギーが結婚することで争いを終結した。1262年、ハインリヒはビットブルクに都市法を与えた。1270年、ハインリヒはフランスをルるい旧世に従い、第8回十字軍に参加し、チュニスへ向かった。バルハク・アンリ2世の娘マルグリットとの間に、一家の子女がいる。ありがとうございます。